やーハロー、こんばんは。はい、マジラジオ芸人浜です。はい、現在12月の中火曜日の午前4時18分ですね。はい、今日はね、まあ、うちの母寝る前から撮影してますけども、これ初めてつけてますね。吸血鬼すぐ死ぬの10話でつけてみましたけども、結構声漏らしてないと思うんでね。はい、当然今吸血鬼すぐ死ぬ10話、そして進化の実10話で、月捉え方のスペラス10話を見て、さあ今から農林7話、これだけ見て、アップロードして寝たいと思いますが、まあ6時ぐらいになりますね。はい、ではですね、自己紹介。僕の名前はマジラジオ芸人浜尾と言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一のマジの持ち主です。この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて25歳で会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。で、自粛めちゃくちゃしてるんですけども、その自粛中にアニメにハマって、約1年8ヶ月で540作を止めてきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクション頑張ってます。この格好見てまた分かると思うんですけどもね、ぜひとも応援よろしくお願いします。決してふざけてるわけじゃないんでね、これ、はい、で、僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなどすべて説明文にまとめてます。ぜひとも読んでください。そして過去のアニメリアクション動画に関しては再生リストに作品ごとまとめてます。こちらもチェックしてみてください。ただほとんど聞いてます、ごめんなさい。はい、そして来年9月にはでかい発表があるんでお楽しみに。では D アニメストはですね、農林7話です。3、2、1、スタート。窒素。へえ。へえ、すごいね、大豆って。はい、ちょっとこの動画を初めて見た方はわけわからないと思うんですけども、ほんますぐ横で母親が寝てるんで、僕は声が出せません。で、これマイクつけたんですけども、やっぱ声を閉じ込めた方が聞こえると思うんで、これほんまフェイスマスク、これパフォーマンスの時使ってるやつであり、こちらなんと岡崎体育の今日の観察席という番組でもらったやつです。上下逆さまつけてますね。本来はしまった、本来はこうつけるんですけどね、これと上が空いてるんで逆につけてます。なんとかちょっとね、皆さんに僕のちっちゃい声が届くようにいろいろ努力してますんで、ちょっとこれ決してふざけてるわけじゃないんでね、 ご理解ご記録よろしくお願いします。今のところは大豆は自分で肥料を作れるというすごい情報が。これちょっと号泣サラダというちょっとサブタイトルが気になったんで、ほんまこれちょっと撮る話数じゃなかったんですけども撮ってます。
ちゃ許してまへんで。そういう季節。まったい。カレーやんか。ナシカレー、ナシカレー気になるの。リンゴやなしに。なんで宇宙空間やね。凄まじく太ってるな。じゃあみのりも太ってるな。 全員太ったぞ。いや、明らかにデブやな、これは。見とぼよ。ドロです。だったのね。みのりは？あ、もう混ざってるね。デブの子手だて。ブヒブヒ言うてるやん。ブヒーて。
ってんのかな。死んでしもてんのかな。白木の病、病気か。連鎖するのかな。最悪やな、それ。何やこの写真は。シリアスよね、今回。バイオ続き。何を言うてんねん。もうローズ花園は。顔も見たくないんじゃない？味噌やな。味噌とアナルビビ。ん？山よりアナルビビじゃないのか。何の写真やろう。気になるな。何この写真。
何がやばいの、これ。割れてる。あ、そうなんや。リンゴってちょっとレンチョンに似てるな。宮内蓮華のことです。通してたんや。
みのりかな。けいか。え？みのりかな。ミノポヨ、ミノポヨリンゴッチ、うわめっちゃいいわこれ。ちょっとええ話やったな。なんかちょっと最後、今回はちょっと最後グッとくるものがありましたね。キングババってちょいちょいなんかオマージュというか入ってるものですね。まあ今回はその大豆がまあ何ですか、肥料を自分で作るというね、なかなか驚きの情報からスタートして、冒頭のあれって何、取りすぎた野菜とかを取りすぎたんですか？それを食ってみんなはデブになったってことですか？ちょっとそこはようわからなかったですよね。あと、もらいもんって言ったかな、あれ。要は取りすぎたものをもらってきて、残すのが許さんと。あれは、K の言葉かな。残しま、で、の、お残し許しまへんでやったっけ？なんか言ってたな。により、まあ全員デブになったと。
全員デブになったらおもろかったな。まさかね、リンゴまでデブになるとは思わなかったですね。で、そこは無事に痩せたというところから、次ちょっと大豆が白絹病畑になってしもうたということで、ちょっと、リンゴがへこんでしまいましたね。何土とか全部変えなあかんって言ったっけ？で、全部野菜も焼かなあかんと。それによってショックでちょっと引きこもり気味になってしまった、リンゴに対して、実りがちょっと、あの子は、何？多分、あれ、あんたが好きやって言おうとしたんかな？どうなのな？工作のことを好きやって言おうとしたのかどうなのかちょっとわからへんけど。で、工作がね、呼び出したっけ？呼び出したんだっけな。屋上で話した言葉がね、先輩、僕たちの先輩たちは、その未来の僕たちが、こう、何？僕たちのことを思って、この何作ってきたんだというようなお話。耕作は自分の作物で、食べた人がこう未来でこうすごい人になるかもしれんとか、明日頑張ろうと思ってもらえる、そんな作物を作りたいっていうのはね、こう僕もね、ちょっとね、芸人としてはね、ちょっと刺さる言葉でしたね。やっぱ僕のショーとか、こういう YouTube でも何でもそうですけども、やっぱりちょっと自分のね、やってることをこう見てくれた人が、元気になっただとか、僕も私も頑張ってみようって思ってもらえるようにね、僕は頑張ってるつもりです。じゃないとこんな格好してまでアニメリアクションやらないですからね。で、最後にその手紙、そこかな、文通してたっていうことから、俺そんな手紙出してへんってのがみのりやったと判明。で、ちょっと最後のみのりとね、りんごのシーン良かったですね。すごい良かったです。みのぽよと、りんごっちやったっけ。で、工作の嘆きで終わるということでしたけど、号泣されたってそういうことだったよね。工作が送ってくれた野菜を食って、ちょっと誰かが応援してくれてると思えたっていうね、いい話でした。とにかくほんまに笑い少なめでしたね、7話は。で、ちょっとこれは今回撮る予定ではなかったんですけども、ちょっと号泣されたら気になるなと思ったんで、最後はちょっとグッとする、ちょっと目頭にくる話やったと思います。よかったです。ね、2人の距離がとにかく縮まりましたね。みのりと、リンゴのね。はい、ということで、農林7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね、業界死んでましてね、僕は月にほんまに仕事1本あるかないかというのをずっと過ごしてきた中で、去年のね、3月27日に、バイオテーバーガーで10話のリアクション動画を投稿したのを機に、アニメリアクションスタートして、今1年9ヶ月目なんですけどもね、ちょっと10月に、1年7ヶ月目にして、1年5ヶ月分の動画大量に失うというね、大いなる悲劇、大ダメージを受けました。僕はもうここね、ワンルームで母と同居ということで書いてますけども、ここ僕が家主で僕の家ですからね。僕の家がその借り主が僕。家賃光熱費などは僕が今でも当然払ってますから。母が転がり込んできたという形で、4年前の9月28日。なので今はこうやってね、撮影がまともにできないというね、大ハンデを持ってるアニメリアクターは他にいてないと思います。で、またこれがプラスになってないですからね、これが。マイナスにしかなってないということでね。もうとにかくこの夜の声がちっちゃい問題でもう1年以上戦い続けてきてまして、とりあえず先ほどこれに行き着きました。このマイクは先週かな、行き着いた。というふうにもう僕は自分なりに皆さんに声が届くように努力はしてます。なのでね、ぜひともこれからちょっとね、ごめんなさい、僕大ダメージ受けましたけど、動画を失って、今一からほんまにまたこの根性を入れ直してやり直してるところなんでね、ぜひね、応援してください。そして、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。はい、これがこの時間出せる最大の声なんで、一緒にね、アニメ楽しんでいただければなと思っております。はい、ただ僕は大道芸人パフォーマーがね、本業ですから、ホームページ、PV、これほんまに見てください。お願いいたします、ほんまに。それでね、大道芸人に興味持っていただければ、ほんまに嬉しいことですし、僕にね、興味持ってもらえたら、ほんまに最高のことです。これまで4人ぐらいの方がね、僕の大道芸、マジで見に来てくださったんで、いつかね、皆さんにも、どこかで見ていただければなと思って、
間でアニメリアクション継続していきますんで、よろしくお願いします。はい、以上マジラジオ芸人浜田さん、最後までどうもありがとうございました。それでは。